どうも、とあるお正月にて。どうも、蒼天です。今回は新年早々超極猫祭で限定キャラぶち開けてていきたいと思います。いや、マジで当たんないんですけど。伝説レアじゃない、限定キャラ、持ってないキャラでいい。あと1体しかおらん。あと1体。ということで、今回は、今年の運を8分で使い果たして手に入れたイザナミのキャラ紹介をしていきたいと存じたいと思います。では行こう。あ、割り込みました。どうも、翌日の蒼天です。まさかのイザナギ当たったんで紹介動画作ろうと思ったんですけど、お正月に実装されたキャラ紹介の動画が当日に投稿されてるって何？これ今から作ってもさ遅すぎるんじゃね？はい、ここからキャラ解説始めたいと思います。暁のイザナギ伝説レア。今回のキャラはかなり尖ってるキャラですね。にゃんまり近いアタッカーとなっています。単体3段階遠方攻撃による全属性極ダメージ、さらに停止、波動、呪いの3無効持ちとなっており、新たな特性である召喚持ちキャラとなっています。今回このキャラ結構ややこしいので、押さえるべき特徴を5つにまとめました。1、攻撃性。2、精霊持ちキャラ。3、無効持ち。4、高ステータス。5、汎用性問題。1、攻撃性。めっちゃ癖が強いこのキャラの中で、一番特徴的なのが圧倒的攻撃力。素の攻撃力が36,000とかなり高い上に、なんと全属性極ダメージ、ここから5、6倍のダメージ量を叩き出すことができます。レベル50にもなると攻撃力145,800となり、これに極ダメージが乗っかると驚愕の874,800となり、これはもうぶっ壊れ級ですね。しかしこのイカれた攻撃力の代償として、単体攻撃と感知射程が短いというこの2点が存在しています。代償1の単体攻撃、やっぱりこれが一番ネックになっていますね。このため敵数がザックザックの場合、本命の敵以外に攻撃が座りやすいです。その他に代償2の感知射程が短いっていうのもかなり注意しておくべき点です。このキャラの感知射程は350と意外と短めになっており、敵の攻撃を食らいやすくなっています。しかしニャンマとの差別点として、3段攻撃と攻撃射程の長さが存在しています。このように一度に3度のヒット回数があり、それぞれの攻撃射程が1から350、350から575、575から800となっており、最大800の距離までこの狂った攻撃の提供が可能になっていますね。ただし3段攻撃の弱点として、1体のキャラに3回全ての攻撃を当てるっていうのはまず不可能です。そのためイザナギの攻撃力はこっちではなく 36,000×3 っていう風に考えた方がいいですね。特徴に精霊持ちキャラ。召喚の特性を持つキャラは一度だけ精霊を召喚することができます。召喚持ちキャラを生産した後にアイコンに召喚 OK というこのような表示がされているので、この状態でもう一度生産ボタンを押すと精霊を召喚することが可能です。この召喚される精霊の特性については、召喚主の近くに呼び出されて敵の存在関係なく一度のみ攻撃をして、その後消滅します。このキャラが召喚するイザナギの精霊については、攻撃した後ぶっ飛ばした上、鈍足機能持ちとかなり優秀な妨害付きであり、攻撃力も 45,900 と結構バカにならない火力となっています。攻撃タイミングも自由に決められるので相当優秀な性能となっていますね。しかし能力を持つには代償がつきもの。召喚を持つキャラは倒れるまで再生産ができません。つまり場に2体以上出すことはできないということですね。もちろん場に出ているイザナギが倒されたらもう一度再生産することが可能です。特徴3、無効持ち。イザナギは3つの無効持ちを持っています。1つに停止、2つ目に波動、3つ目に呪い無効となっており、特に波動と呪い無効が結構優秀となっていますね。呪われるとダメージの根源となっている極ダメージが出なくなってしまうので、呪い無効はやはり必須と言えますね。しかしさすがに烈波無効は持ち合わせていませんでしたね。まあ、逆に烈波無効を持っていたらさすがにまあ強すぎるとも思うので、運営側のいい調節かなと。特徴4として高ステータス。イザナギはスノーステータスもかなり優秀ですね。特に体力が高く設定されており、ヒットバック回数も3回あるため、ある程度場持ちする性能と言えます。ただ感知射程は短いので、そこは結構注意しないといけないですね。特徴5つ目、汎用性。これまでの性能を見てわかる通り、もう尖り切ったキャラとなっているため、はっきり言って汎用性はないです。はい、ありませんね。
あと個人的には感知射程が短いんだから攻撃後攻めて止まっては欲しかった。単体攻撃と感知射程が短いっていうところが汎用性を損なっている主な原因となっていますね。そのためフォノーやキャスリー等々どっちが強いんすかって言われたら結構その論争は厳しいものになると思います。他にも似た癖が強いキャラとしてラスボースとかニャンマとかと比べて、まあ何を基準に強いとするかっていうところがかなり微妙ですが、イザナギの場合遠距離の敵に効果力を与えられるっていう点でこの2体よりは優れています。DPS の場合ニャンマの方が圧倒的に高いんですけど、波動や烈波と組み合わせた場合目の前の敵しか殴れないニャンマよりかは攻撃範囲が広いイザナギの方が明らかに優れているかなと自分は思いますね。キャラ短期で比べる場合イザナギの欠点が結構多いというところでいろいろやり玉に挙げられると思うんですけど、基本的に他のキャラと同時に使用するところが多いっていうところを考えるとイザナギの評価はまあまあ高くなるんじゃないかなと自分は思います。はい、本編以上となります。まあ、イザナギが実装されてからあまり日が経っていないので今の段階ではまあほどほどの評価かなっていうところにはなるんですけど、ここからいろいろ使い方が開発されていってもしかしたら半年後評価爆上がりしてるかもしれません。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。またね。あとチャンネル登録してください。